1968年8月12日、チリア空軍所属のミグ17のペアは、訓練飛行中、ナビゲーション機器の故障でキーを失っていました。飛行隊長、ラドファン・ラファイ少佐の手元にあるのは、更新されていない1945年の地図だけです。おそらくこの辺は、南レバノンであろう。しばらくすると、眼下に、小さな軽飛行機用の飛行場が見えてきました。長さ900メートル、土で固められた滑走路です。燃料も残りわずか。ソ連の軍用機は整備が十分でない短い滑走路からでも離発着できるように設計されています。ミグが着陸態勢に入ると、ミグの上空に2機の戦闘機が轟音とともに現れました。ミグはそのまま無事に着陸。しかし、少佐と彼のウィングマンがレバノンだと思い込んでいた場所はイスラエルのマッツァット飛行場だったのです。ミグ17は1950年代中頃から60年代前半にかけて、ワルシャワ条約機構加盟国やソ連と親密な国々の最もスタンダードな戦闘機でした。初飛行は1950年、ソ連では1952年から実戦配備が始まりましたが、朝鮮戦争には参加していません。世界中にミグショックを巻き起こしたミグ15の完成版ともいえる戦闘機で、 NATO ではフレスコと名付けられました。主要な武器はソ連伝統2門の 23mm 砲と大口径 37mm 砲の1門です。電波誘導ミサイルは使えませんが、2発の赤外線誘導ミサイルか、最大500キロの爆弾、もしくは各種ロケット弾を積むことができます。アフターバーナーを備えたソ連初の戦闘機でもあり、搭載されているクリモクエンジンは、5トンのボディをマッハ 0.93 まで加速させることができました。なんといっても、この戦闘機の最大の武器は、その優れた格闘性能です。この1968年当時、ベトナム戦争では、11機のファントム、8機のサンダーチーフを含む、26機の米軍機が、ドッグファイトの末撃ち落とされており、終戦までに、143機の航空機が撃墜されたとする資料もあります。そんな厄介な戦闘機を、ろう説無傷で手に入れたイスラエル軍は、ミグ17を徹底的に調べ上げました。その結果、フレスコの能力は、1年も新しいフランスの超音速戦闘機ダッソーシュペルミスティールと同等、もしくはそれを上回る性能を持っていることが分かりました。イスラエル空軍はちょうど1年前25機のシュペルミスティールを追加購入したばかりでした。この事件から1年後の1969年、イスラエル空軍は新しい戦闘機を手に入れました。アメリカの最新鋭戦闘機、マクダネル・ダグラス F4 ファントム2です。ファントムは、これまで使用してきたミラージュ3よりも高速で、2倍の行動範囲を持ち、6倍の武装を搭載することができる、当時、世界最強かつ、世界で一番高級な戦闘機です。主要な武器は、電波誘導式指定外誘導ミサイル、AIM-7 スパローです。当初、イスラエル人たちは、マクダネル・ダグラス社に対して、シングルシートの特別バージョンを要求しましたが、それだと、スパローが使用できなくなることがわかり、機種に 20mm バルカン砲を備えた E 型を発注し、クルナスのニックネームを与えました。クルナスとは、スレッジハンマー、大金槌の意味です。イスラエル空軍は、早くも、1ヶ月後、クルナスを実戦に投入しています。初陣は、エジプトのポートサイドにある対空陣地への攻撃です。4トンの爆弾を積んで、エジプトの首都、カイロへの爆撃も余裕でこなす能力を得、スーダンに近いラスベガスまでの長距離任務もできるようになりました。このように、イスラエルのファントムは、大きな爆弾搭載量と、長大な航続距離を生かして、攻撃機として重宝されていたのです。制空戦闘は、もっぱらミラージュの役割でした。
ソビエトの軍事顧問がエジプトに到着すると、爆弾を落とす代わりに、市街地の上空を低高度で超音速飛行し、衝撃波で建物のガラスや街の看板を吹き飛ばして嫌がらせを繰り返しました。代償も多く支払っています。そんなイスラエルのファントムが、対戦闘機戦闘で潜在能力というか、本来の価値を発揮するのは、1973年以降です。1973年2月21日午後1時55分、イスラエルのレーダーサイトは、管理下にあるシナイ半島の空域に侵入しようとしている航空機を検知しました。その未確認機は、スエズ市の南東、高度4600メートルに位置していました。早速、2機のファントムが迎撃に飛び立ちます。その航空機とは、トリポリからカイロを結ぶリビアアラブ航空114便でした。ボーイング727の操縦桿を握るフランス人パイロットの目には、イスラエルのファントムが映りましたが、戦闘機の知識に乏しい彼は、それをシリアの同盟国、エジプトのミグと間違えていました。114便は、時速523キロの速度で、シナイ半島の奥深くまで飛行し続けます。その先には、イスラエルの核開発施設、ネゲブ核研究センターがあります。司令部は、国防上の脅威である可能性があると判断したのです。114便のパイロットは、ある時点で、ナビゲーション装置が正常に機能していないことに気づき、突然、西に向きを変えました。その行動は、イスラエルのパイロットに、逃亡の試みと解釈されたのです。結果、リビアアラブ航空114便と乗員乗客108名は砂漠の丘で燃え尽きました。この事件で、イスラエルは世界中から非難の的となり、ゴルダメイア首相と彼女の大臣たちは対話に奔走します。完全に頭に血が昇ったアフリカの強権、リビアのカダフィ大佐は、ファタハのテログループ、ブラックセプテンバーに1000万ドルを提供して、イスラエル LR 航空機を爆破するように依頼。イスラエル最大の港湾都市、アシュドットに入港する予定の豪華客船、クイーンエリザベス2世号を、エジプトから借りていた潜水艦からの魚雷攻撃で撃沈しようとも企てました。後者の企ては、間一髪、エジプトのサダト大統領のファインプレーで事なきを得たのですが、旅客機に対するテロ、もしくは、リビアの軍用機による撃墜の危険性は続きます。ダヤン国防相は、LR 航空機がアフリカに向かう経路である、シャルムエルシェイクの上空を守るため、2機のファントムを、オフィール飛行場に緊急配備しました。これらのファントムはまた、ハルガダで航海を守るイスラエル海軍の航海艦隊と、ホークミサイルにもたらされる脅威に対抗することも意図していました。1973年10月6日午後2時、エジプト軍は突然、スエズ運河を渡り、当時、イスラエルは実効支配していたシナイ半島に侵入。イスラエル軍は、建国以来、初めて味わう奇襲攻撃に大混乱となりました。エジプト、シリアのアラブ連合が、3年温めてきた、バドル作戦、第4次中東戦争の始まりです。エジプト軍は、地上部隊を支援するため、3つの航空基地、レーダーサイト、指揮管制所、いくつかの砲兵陣地に220機の戦闘機を送り、同時攻撃を敢行します。午後1時50分、シャルムエルシェイクのオフィール飛行場のレーダーに低高度で向かってくる複数のクラスターがインバウンドで検出されました。空襲警報のサイレンが鳴り響き、操員退避の命令が下された中、若い4人が滑走路のエプロンに走っていきます。彼らは、タミール・ナフミ、ヨシヤビンのペアと、ダニエル・ショキ、デビッド・レゲムのペア。4人とも、経験の浅い、血気盛んな新米パイロットです。
28歳のナフミタイは、この日の朝、小隊長の資格をもらったばかりです。彼は、管制官の制止を無視し、メカニックにエンジンの始動を命じ、アフターバーナー全開で離陸しました。初期隊員も続きます。2機が無事に離陸した瞬間、滑走路は破壊されました。周りを見回して戦況を確認すると、MiG-17 が20機、そしてその上空に MiG-21 が8機、合わせて28機です。どうやら爆撃をしているのは MiG-17 で、MiG-21 がその護衛のようです。もう一つ分かったことは、戦争が始まったということでした。ナフミ大尉は射機大尉に増加燃料タンクを投棄することを指示し、それぞれ基地の東西に分かれて戦うことを提案しました。戦闘マニュアルでは、攻撃的なリーダークと防御的なウィングマンのペアで戦うことが必須とされていますが、2組のペアはあえてバラバラになったのです。この発想が功を奏します。ナフミ大尉はミグ17の編隊のど真ん中を突き抜けて一気に上昇します。そしてミグ21にサイドワインダーを発射。ナフミ大尉はすかさずダイブ、編隊の体型を整えようとしているミグの4番機に20ミリバルカン砲を浴びせます。そして再び急上昇。ミグ21に2発目のサイドワインダーを浴びせます。これは外れました。1968年に手に入れたシリアのミグ17を徹底的に研究した結果、ある一つの弱点を発見しました。フレスコは時速650キロ以上の速度で舵がおかしくなり、コントロールが極端に難しくなるのです。ミグ21に関しても、1966年に手に入れた機体で、それらとどう戦えばいいのかが分かっていました。ミグ21の低空での操縦性は劣悪で、急激なロール操作をすると、回復が困難なスピンに陥ります。すなわち、ミグ21と戦うときは低空に誘い込み、ミグ17と戦うときは、時速650キロ以上のスピードを維持すれば狙われることはないのです。ナフミ大尉は最大8トンの推力を発揮する2機のゼネラルエレクトリック J79 ターボジェットエンジンのパワーを利用し、急上昇と急降下を繰り返し、1機ずつバルカン砲の消耗を合わせ、爆撃を終えて低空にいるフレスコはファントムの攻撃をダイブでかわせません。ここで突如片方のエンジンが悲鳴を上げました。バルカン砲のブラストを何度もたっぷり吸い込んだエンジンの機嫌が悪くなってしまったのです。高度600メートル。これまでのような急上昇ができなくなって、ふらついているファントムに一機のフレスコが正面から突っ込んできます。爆風を吸い込まないようにダイブ。止まったエンジンは息を吹き返し、ナフミ大尉のファントムは海面と軽いキスを交わした後、再び急上昇します。東の空域でも射機大尉のファントムがすでに2機のフレスコを葬っています。低空戦闘が苦手なミグ21はマニュアル通り高度を維持したまま降りてきません。アトールミサイルを撃とうにも、ソ連製ミサイルは敵と味方を区別できるような賢いやつではありません。東のミグ17も神出鬼没、高速度で短期で襲ってくるファントムによって翻弄されるばかりで、一切反撃はできませんでした。そもそも敵が短期で戦いを挑んでくるとは考えてもいなかったので、そのようなイレギュラーを想定した訓練はしていなかったからです。このエジプト人パイロットが経験した最初で最後のキッスは潮の香りがしました。機
の空から応援のミラージュが到着したとき、すでに戦闘は終了していました。モーゼが神から実戒を授かったとされるシナイ山のふもとで、ナフミ大尉とシャキ大尉の2機のファントムは、28機のミグに対して大立ち回りを演じ、合計7機のミグを撃墜したのです。2人は、滑走路の無事だった部分を使用して基地に帰還、命令違反に対する厳重注意と仲間からの喝采を浴びました。ナフミ大尉は、第4次中東戦争の期間中、7機の撃墜スコアを記録して、ファントムにおけるトップエースの称号を得ました。その後、F-16 に乗り換え、1981年6月、イラクの原子炉爆撃に参加し、7月には、レバノン上空で、シリアのミグ21を撃墜。彼は、F-16 で、敵の戦闘機を撃墜した世界初のパイロットになりました。1982年のベッカーバレー空中戦でも、3機を撃ち落とし、1995年に引退するまで、合計14機を撃墜しています。話を1973年に戻しましょう。第4次中東戦争でイスラエルに敵対したのはエジプトとシリアだけではありません。サウジアラビア、アルジェリア、ヨルダン、リビア、クウェート、チュニジア、モロッコ、キューバ、スーダン、そして北朝鮮です。この時期、1万人とも言われたソビエトの部隊はサダト大統領とソリが合わなくなり撤退していましたが、地中海に大艦隊を送り込み、アメリカの介入に備えています。ナフミ大尉たちが、航海で28機のミグと戦っていた10月6日、その地中海側でもエアバトルが行われていました。イスラエル空軍第119飛行隊と第69飛行隊の4機のファントムは、奇襲を受けた地上軍を援護するために、スエズ運河東岸の戦闘空域に向けて発進しました。彼らは、西の空から、エジプトのラウンデルをつけた4機のミグ21が近づいてくるのを確認。ミグより、はるかに、強力なレーダーを備えた4機のファントムは、それぞれスパローミサイルをロックオンして発射。ミグもミサイルを放ちます。ファントムが放ったスパローミサイルは、目標に命中する直前までレーダーで追跡する必要があります。ファントムは、ミグのミサイルから逃れるため回避行動を取ります。結果、スパローは外れました。ミグは、二手に分かれてキビスを返し、スエズ運河を渡って逃げていきます。燃料が心もとないファントムでしたが、アフターバーナーを全開、再び、1機のミグをスパローミサイルの射程圏内に捉えました。砂漠から乱反射する電波で、電波誘導ミサイルは使えそうにありません。このミグを獲物に定めた第119飛行隊の2機は、さらにスピードを上げて、ミグのバックを取りました。第119飛行隊は、例のリビアの旅客機を撃ち落とした部隊です。サイドワインダーを発射。10秒後、さらに一発。ウィングマンもサイドワインダーを放ちます。3発のミサイルはいずれも直撃はしませんでしたが、ミグにダメージを与えたことは間違いありません。なぜか、他の3機の姿は見えなくなっていました。その時、西から2本の白煙が上がり、手追いのミグを貫きます。ミグは地中海へと落ちて行きました。エジプト軍は、スエズ運河の自軍側陣地に、100機以上の対空ミサイル砲台を築いており、先ほどの4機のミグは、ファントムをおびき出すためのおとりでした。不幸なことに、エジプトのレーダー手は、ミグを、イスラエルのファントムであると勘違いし、撃ち落としてしまったのです。この時の4機のミグの操縦桿を握っていたのは、なんと、北朝鮮空軍のパイロットでした。エジプトのサダト大統領は、追い出したソ連人パイロットの代わりに、北朝鮮人を招いていたのです。
キム・イルソンが欲していたものは、エジプトがソ連から手に入れたばかりのスカッドミサイルと設計資料。その対価としてエジプトに持ち込んだものは、200人のパイロットを含む1000人の部隊と15トンのキムチでした。北朝鮮パイロットとイスラエルの戦いは、戦争中盤の6月18日にも起こっており、彼らによって複数のファントムが撃墜されています。現代の軍事史上最も熾烈で野蛮な戦争と呼ばれている19日間の戦争で、イスラエルのファントムは3000回以上の出撃を行い、80機以上の敵戦闘機を撃墜し、46機を失いました。1976年、イスラエルに世界最強の制空戦闘機 F-15 イーグルが到着。そして1980年頃からミラージュが退役し、F-16 ファイティングファルコンの配備が始まります。これまでファントムが担ってきた制空任務はそれらの新型機に任せ、ファントムはその頑丈さを生かして地対空ミサイル狩りなどの危険な任務を担当するようになります。1982年、21世紀まで使用することを前提としてアビオニクスをイスラエルの技術でアップグレードしたクルナス2000がデビュー。各種巡航ミサイルや精密誘導爆弾も使用できるようになりました。この時に開発されたレーダーの技術は後に中国やイランに渡ったとも言われています。そのクルナス2000も2004年新しい対地攻撃機 F-16I スーファの導入により35年間の任務に幕を閉じました。イスラエル空軍の主張なのでちょっとあれですが、35年間の収益中116機の航空機を撃墜したとされています。最後の撃墜は1982年6月9日に記録しています。最後に面白いエピソードを紹介しましょう。第4次中東戦争が勃発した1973年10月6日の夜の出来事です。昼間の空爆のダメージから回復するため、オフィール飛行場では、夜を徹しての復旧作業が行われていました。そこに、再び雷鳴が響きます。攻撃です。夜襲に備えて上空を飛行中だった第107飛行隊のファントムは、スエズ湾にエジプト海軍の駆逐艦を発見。司令部に連絡して、爆撃部隊の出撃を要請しましたが、帰ってきた答えは、直ちに撃沈せよ。困りました。彼らのファントムは、空対空装備で、爆弾など積んでいません。胴体にぶら下がっているのは、AGM-45 シュライクではなく、スパローです。スパローもシュライクも、見た目は同じですが、目的が違います。対空ミサイルの標的にならないようにと近づくことを躊躇していたのですが、ふとベトナム戦争中アメリカ人がスパローを使って船を沈めたという記事をアビエーションウィークで読んだことを思い出したのです。で、彼らも試してみることにしました。暗闇の中、何度かパスを飛ばして目標をロックしようと試みましたが、うまくいきません。海面で乱反射するエコーの影響を受け、船を捕捉することは困難でした。その問題は、高度を下げて電波の入射角を浅くすることによって解決しました。発射。ミサイルは、はるか24キロ先に着弾しました。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。気に入っていただけましたら、チャンネル登録ボタンとグッドボタンをクリックしてください。Twitter と
サブカルカオス PX もチェックしてくださいね。それではまたお会いしましょう。